出会いもありまして、戻ってきた方がいらっしゃいます。それはですね、小市君ですね、野見山小市君がですね、名古屋から帰っておられます。最後にちょっとね、話をしてもらいますけれども、先に話すと長くなったら困りますので 小市君来ておられます。で、小市君がお父さんも一緒に来ておられまして、お父さん2度目ですけれども、小市君が久しぶりに帰っておられましたので、お帰りなさいの関係なくしをしたいと。本当に感謝をします。キャンプのために帰ってきてくださっていますね。本当に嬉しく思います。で、14日から16日まで、先ほど司会者も言いましたけど、キャンプがあります。これは長崎教会のキャンプです。で、長崎教会以外も九州のいろんな教会から来られますが、長崎教会のキャンプです。ですから、長崎教会のメンバーだと思っている人は基本的に来てください。で、迷っている人は、迷うこと自体が惑わしです。教会のメンバーだ、教会のキャンプに来るのは当たり前です。でもどうしても境内の問題があるとか、お仕事があるとか、ちょっとどうしても外せない事情があるっていうことは、さ、当然仕方がないと思うんですけれども、それ以外の理由でなんとなく行かないっていうのは 100% 惑わしです。教会のキャンプであります。で、教会がここで一つね、やりますので、どうぞ皆さんですね、これはもちろんね、お仕事があるとか境内の理由があるとか、いろんなことがあると思いますけれども、ね、そういう場合は仕方がないですよ、ね、お家がどうしてもちょっと今回無理があるとかね。でも、そうでなくてですね、キャンプに来ないで家でいようという方は惑わされております。で、その方が全部アタックを受ける係になると思いますので、気をつけてほしいというふうには思いますね。本当にこれね、ぜひですね、私こんなこと言わなかったのはですね、こんなこと言わなくても当然みんな教会のキャンプだから基本的に来る、どうしても来れない人は来ないっていうふうに思ってたんですけども、聞いたらですね、そうでもないのでですね、正直愕然としています。それとですね、僕一人です、してですね、あれちょっと正しく教えてこなかったのかなと思って、ちょっとね、と思ってですね、ちょっと私は自分でですね、もうあらと思ったんですね。教会が働きのすべての土台ですし、恵みを受ける土台ですね。教会が祝福の土台でありますよね。そのことをどうぞ皆さんね、はっきり覚えておいてほしいと思いますね。それと、先週ですね、また後で話しますけども、天草に私は行ったんですけど、金曜日の2日前の夜ですね。先週の日曜日、天草から長崎教会に、天草で ALT の先生をしているアメリカ人の方が2人来ておられましたけども、その2人ともですね、今回天草の集会に来られたんですね。で、通訳はいなかったんですけれども、結構日本語が分かる方で、すごく祝福された時を持ちまして、とってもいい時を持ちました。で、今まで長崎教会いろんなものを受けてきましたけども、長崎教会に来て、それがきっかけで逆にそのいろんなところに教会につながっていくようになるということで、与えることができてきたということで、ね、すごく嬉しく思いました。で、その天草でですね、天草の担当していらっしゃる方の一人である、村上さんですね、村上カナンさん、本名千代美さんとおっしゃいますけども、面白い歌唱されたんですね。で、カナンさんは自分が救われて、お父さんが救われ、妹さんが救われ、そして娘さんたちも救われて、娘さんはすごく荒れてたんですけども、どっちも一人は今献身してますし、一人も今もドラムを叩いたり礼拝をしたりしてですね、良くなってました。ご主人がまだ救われてないんですね。で、ご主人の兄弟の、兄弟のお嬢さんですね、お姉さんが妹と忘れましたけども、その方が結婚式をすることになって、で、東電親族だから行くわけなんですけども、そしたらですね、なんとそれが神殿結婚式だったんですって。で、それを聞いてですね、あ、申し訳ない、神殿結婚式は出れないって言ったんですね。披露宴から出るとね。そしたらですね、ご主人がですね、そういうわけにはいかないってね、親族の結婚式だから、ほら出てもらわないと困るってことになったんですね。それで彼女はですね、お祈りをしたそうです、ね、神様、偶像礼拝したくありませんので、どうしたらいいんでしょうかって、こう助けてください神様って祈ったら、なんて示されたかというとですね、夫に従いなさいって示されたんですって。おっとと思ったかどうか知りませんけども、夫に従いなさいって言われてですね、それでですね、新しい人は笑ってくれるんですよね。いつもの人はですね、また言ってらという顔してますけども、で、何かというと、どうぞ皆さん、いつも皆さん新しい人呼んでください、それで教会が明るくなりますからです、ね、で、彼女はですね、と思ったけど、それで、牧師にも相談をしたら、偶像礼拝はよくないけれども、その結婚式のところに行くこと自体は悪いことではないから、ね、礼拝しちゃいけませんけどね、で、言って、行くことになったわけですね。で、行ったん。そしたらですね、結婚式の時に、私は浸透式なんかやったことがないんでしませんけど、なんかお酒、あれなんていうの、おみきっていうんですか、お酒ですね、おみきをこうね、みんなこう、それを飲むそうですね。
でこれはもう宗教行事に当たりますからできないわけですよ。ところがそれをするわけですね。でうわそれはできないとか言ってご主人に言ったらですね、ご主人がですね、もう形だけやっとけばいいんだとか言ったんですよ。でも形だけやるわけにいかないってね、これできないわけですよ ね。でそれで、それで、ね、困っちゃったわけです。でも神様って必死に祈ってたわけですね。でご主人の方にいたわけですね。でそれを配る人がずっと配ってきて、あれ配るっていうか、まあ、入れるっていうんですか、よくしませんけど、ね、こうそしてご主人にこう注いだわけですね。それで彼女のところに入れようとしたからですね、うわどうしようと思ったら、その瞬間ご主人がですね、あここはいいから次行ってって、ご主人がパッと手を出してですね、あここはいいから次行ってって言って、ご主人が守ってくれたんですって。これでね、彼女びっくりしてました。今まで迫害してたりしたんですけども、ご主人が守ってくれて、それは飲まないで済んだし、注がれることもなかったっていうことですね。でしかも結婚式に行ったから、あなたはどうせ来ないと思ってたっていう親族がですね、よく来てくれたって言って、全く彼女に対する評価が変わって、証しをしたり話をしたりいろいろできたそうです。でご主人もこれで俺のメンツが立ったって言って本当に喜んでくれたってことですね。本当に神の言葉に従うと守られる、祝福されるって証しをされていたんですね。でへえと思ってですね、私は聞きながらですね、面白いなというふうに思いました。でもちろん一人一人導かれ方が違うと思いますから、彼女の真似をいつもしなさいという気はありませんが、彼女ははっきり神様から夫に従いなさいという言葉を受けて、そして行った時ですね、本当に神様の守りと、それから逆にそれが他の人にとっても祝福となったし、イエス様のことを話せる、証しできる機会になったわけですね。ですね、面白いなと思います。で今日のこれ説教だとかかってくるんですけども、私たちが神様に従うときにですね、神様が技をなされるってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。それで、今日の方の説教に行きたいと思います。今日はですね、礼拝の後にですね、ランチが用意されてるんです。ただし100円で教会で新しい人がたくさん来られるときに、どうしてもそのお昼ご飯に帰ってしまったり外に行ってしまって残らない人が多くなりますので、一応下本さんを中心に作ってくださっていて、100円ランチというのがありますので、2つ食べたら200円になりますけど、で初めての方は無料ということになってますから、ぜひですね、残ってですねいてほしいと思います。そして食事をしながら、午後のクラスは食事しながら食べながらでもいいということになってますので、ぜひですね残っていってほしいというふうに思います。ですので今日はですね少し早めに終わりたいと思ってますので、安心して聞いてくださいでそれで今日のところなんですけど、ヤコブの4章がもう一度言いますよ。すごく大事なところです。しかし、ごめんなさい、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。3つのことが書いてあります。1つ目、神に従いなさい。2つ目、悪魔に立ち向かいなさい。3つ目、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。3つのことが書いてあるんですね。でまず最初に書いてあることは、神に従いなさいということが書いてあるんですね。だから神様に従っていきなさいということが書いてあるんですね。でこの実はこの順番がすごく大事なんです。で私たちが神様に従っていくと、神様はもちろん私たちを祝福してくださるわけですけれども、神の祝福というのはですね、神に従ったらこうすぐに現れてきて、なんかすごく楽になって、なんかもう全然、ね、問題もなくて困難もなくてっていうかというと、どうもそういうパターンはないとは言いません。そういうこともありますが、多くの場合はそうでなくて、神に従っていくとむしろ困難や問題が許されたり、ここに書いてあるように、ね、神に従ったのになんでこんな、ね、まる悪魔と思えるようなサタンのぶつかりがあったり、霊的に悪い状況になったり、そういうことがあるのってことがよく起こるわけですね。で私たちが神に従っていくと、逆に悪魔とサタンとのぶつかりが許されたり、霊的に悪い状況の中に置かれるってことは実はしばしばあるんですね。でその時にですか、神様に従った結果そういうことが起こるときには、そこで私はそこから逃げてはいけないんですね。問題から逃げたり、困難から逃げたり、その霊的に悪いと思えるそこから逃げ出したりしてしまうと、どうなるかというと、悪魔に立ち向かいなさいにぶつかるわけですね。ね、神に従いなさい、そして困難や問題やサタンがぶつかってきたら、さっさと逃げなさい、早足で逃げ足早く逃げなさいとは書いてないわけですね。問題があったり困難があるときですか、肉ではなくて神に従って立ち向かっていきなさい、主にあって立ち向かっていきなさいって、霊的な問題が許されたり霊的な困難な状況があるときに逃げるのではなくて、むしろその真っ只中に進んでいきなさい、神にあって主にあってって書いてあるんですね。で逃げる人はですね、こうなります、もっとひどくなります。
もっと霊的に押されるようになりますね。で、あの岡丸牧師という方がですね、一番最初おられました。ちょうど今回出た雲虹の、一番新しい9月号かなに、秋元牧師が一番最初岡丸牧師と共に牧会したって書いてありますけども、岡丸牧師は祈りの担当だったんです。すごく祈られたんです。その結果、霊的な事柄が本当にこう見えるようになったというか、感じれるようになったわけですね。ちょっと尋常じゃないぐらいで、入江コラマさんという歌がありますけども、その方が、今まで世界でこんな器見たことがないっていうぐらい、霊的なことに関してはものすごくこう感じれるというかね、ちょっと普通じゃないぐらいになってきたんですね。今はそうとすごく祈るから、毎日最低でも5時間多い時は10時間以上祈る人だったからですね。そしたらですね、ちょっと信じられないかもしれませんが、席に座るとですね、ここの席に前に座っていた人がどんな霊的状態だったかを感じ取るぐらい、すごい、ちょっと普通じゃないですね、信じられないかもしれませんけど、それぐらい霊的に敏感だった。そうするとですね、皆さん、日本という世界はですね、これだけクリスチャンが少なくて、これだけ偶像礼拝が盛んな国ですから、霊的に悪いことがいっぱいなんですね。そしてクリスチャンであっても勝って偶像礼拝をしてたりしますし、世の中を生きてますから、いろんな霊のアタックを受けたりしますから、当然いろんな、ね、ものがあるわけですね。で、進学校の授業をするときですね、最初はよかったんですけどね、霊的に悪いものを感じるようになったわけですね。でね、立ち向かっていくんじゃなくて、逃げるようになって隠れるようになったわけですね。で、段ボール箱をこう立ててですね、アタックを受けたくないとか言ってですね、授業を始めてですね、隠れたり逃げたりするようになったんですね。で、これは聖書から言ってたことではないのです。聖書はここにもはっきり書いてある、悪魔に立ち向かいなさいです。今日の章に書いてあるように、ペテロには固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいです。聖書の創世記から黙示録まで、悪魔に向かって、サタンに向かって立ち向かいなさいです。逃げろとか隠れろという箇所は一箇所もありません。ところが、御言葉とは違う対応したわけですね。それで混乱しておかしくなったんですね。で、やっぱりあの結果が出ていくことになりましたよね。で、子供学校に行かせなくなったりとか、ね、ちょっといろいろ社会的にまで問題になったわけですね。何か言ったら、御言葉に立った対応しなかったからですね。で、私が主に従っていくと、あのもちろん神様は祝福してくださるんですけども、すぐにこうなんかいいことがあって起こるかというと、むしろ主に従っていくと、問題や困難や霊的にすごく良くないことからは許したいことがある。でも、そこで私たちが引くのではなくて、いいですか、神様に立って、自分で頑張れって言ってませんよ。神様に祈りながら、教会と共に、主に向かって、主と共に立ち向かっていくとき、サタンに。問題に立ち向かっていくとき、困難に立ち向かっていくとき、神様が勝利を与え、逆転を与え、祝福を与えてくださるんですね。これをどうぞ皆さん覚えてほしいんですね。で、今回長崎教会のキャンプのする場所はですね、イサヤなんですね。で、イサヤってのはですね、長崎県の中で唯一、キリシタンにならなかったところなんです、ね。それから、先ほど紹介されました村川兄弟の推薦でですね、今回はですね、イサヤから1時間もかけて佐賀のなんだっけ、何てとこだっけ、佐賀のガタリンピックあるところは鹿島まで行くことになったんですね。で、佐賀県というのはですね、九州の中で唯一キリシタンにならなかったところ、長崎で唯一キリシタンにならなかった一番悪い佐賀と、九州で唯一キリシタンにならなかった一番悪い佐賀と、そこの2つに行くわけですね。悪いとこだらけですね。でも神は導いたんです。いや、村川さんは導いたってかもしれません。そうじゃありません。神様が導いたんです。で、神様が導くときに一番最初、例えば東京安定教会の、一番最初は国分寺クリスチャンセンターにいました。国分寺なんです。で、今回 あの国分寺書いてあります。武蔵野国国分寺って言って、日本中に国分寺を作るでしょ、昔。その一番最初にできたのは武蔵野国なんです。それで霊的に最悪の場所ですね。そこから礼拝はスタートしたんです。神に導かれるとき、多くの場合ですね、そこに行くのです。で、そこから始まるんですね。長崎教会は原爆が落ちた真下から始まったんですね。霊的にいいことないですよ。たくさんの人が一時に死んで、悲しみと憎しみと怒りとやりきれなさの中で死んでいった、ね、一瞬にして7万人、その後1週間のうちに何万人も死んだわけですから、その場所ですよね。そこで神様は導いて礼拝をされたんです。で、実際最初ですね、きつかったですもんね。でも、そこから始められたの、神様は。で、私たちが本当に真摯とかっていうことをするときに、そういうことが許される。で、私たちはそこで引いてはいけないのですね。で、ある方はですね、霊的に悪いからやめようと思ってきたでしょ。これはっきり言います。私ね、今回ね、思ったんですね。その人は何かいるんですよ。一人じゃなくて何人か。で、私はそれを聞いてショックでした。何でしょうかと。牧師として何をしてきたんだろうかと。だから今日はね、嫌われても誤解されても言わないといけないのです。私は神の前にちゃんと
主の前に責任を果たさないように、あとはあなたが選んでください、私は責任を果たしますから、あとはあなたの責任になりますからね。霊的に悪かったからといって逃げたり引くのは聖書と逆です。神が導かれて悪い場所に行くならば、その真っ只中に立ち向かっていかないといけないんです。問題困難があっても神に導かれていくならば行かないといけない。例えば今回の教会のキャンプは主が導かれたから諫早と佐賀になったわけですね。で、良くない場所ばっかで、ある方はそれでね、ああきついとか思うでしょうね。でもそこに行くときに神の祝福と技が起こるのです。で、宣教っていうのを言われて、今年は皆さん宣教するときに霊的に楽な明るい場所で、ね、そして人々も優しくて温かくて、そんなところに行って宣教する必要があるんでしょうか。サタンに囚われていて最悪の人のところに行って宣教するんでしょ。皆さん間違ってる人多いんですよね。本当に神に従っていくと、多くの場合問題や困難と直面したり、あるいは霊的に悪い場所に導くことがあるんですね。でもそこで主が導いたので行く場合はそこに踏み込んでいくのです。そういうことに起こると、そこで神の技が起こるのです。で、面白いのは悪魔に立ち向かいなさいでしょ。で、間違いなさい、神に従ってから悪魔に立ち向かうんですね。で、こうは書いてない、悪魔に立ち向かってから神に従えとは書いてないんですね。大事なところなんですね。わだわだ悪い場所に行く必要はありません。わだわだですね、なんていうか霊的に良くない場所に行く必要はありません。昔ですね、本当に昔ですね、長崎によく初期の頃みんな祈りに来たんですね、篠の時間の人は。で、男が3人でね、変わった連中ばっかですけど、まあ最初の人は変わった人しかいなかったんですけど、男3人で車で長崎まで祈りに来た。そこまで分かった。帰りにですね、せっかく来たからついでにですね、いくつかの神社を回って悪魔退治をしようなんてね、神に導かれてないのに言った人がいたん神に導かれてないのにね。それでですね、いくつかの箇所行ったんです。ちょっと名前はオンラインでやってるから出しませんけど、その行った場所もね、有名な場所に行ってね、おいでやったん。帰ってきてからおかしくなりました。そうですよ、神に導かれないでこっちからわざわざ行く必要はないんですよ。こっちからわざわざ問題の中に入ったり困難の中に入ったり霊的に悪いところに行く必要はないんです。これは御言葉にとは違うんですね。でも神に従っていく中で問題や困難がされたり霊的に悪い場所に行くことはしばしばあるんです。その場合は引いてはいけないんです。その場合は立ち向かっていかないといけないんですね。で、引くとどうなるかというと、もっと貢献されます。ますます悪夢を見ますよ、はっきりと言いますけど、もうね、ですから引くともっと霊的に攻撃されますよ。で、しかも8月15日は長崎は精霊流し、それからお盆の真っ只中、最悪の時ですから、確実にアタックを受けます。伝えましたからねはっきり言いましたよ、言ってきます。霊的に最悪になりますし、もっとアタックを受けますし、アタックはその人が一人で受けてください。それは言いますよ、逃げたんだから霊の攻撃を受けますよね。サタンっていうのはですね、逃げるとそこに集中してくるんです。立ち向かうと敵は崩れるんですね。で、これはね、すごく大切なところなんです。だから恐れを入れてくるんですね。で、恐れが来るときに御言葉とそれから本当に神様に祈って進んでいくときに神様が打ち砕いてくださるんですね。で、最後のところ見たら、悪魔はあなた方から逃げ去りますって書いてあるでしょ。で、この時逃げ去りますだから何もしてないのです。神に従って悪魔に立ち向かったら逃げ去りますだから逃げていくってことなんですよね。一番最初ですね、長崎で殉教が起こりましたが、あの時26聖人たちは主に従って宣教したんですね。で、その結果捕まって殺されることになりました。で、殺された場所は西高の丘っていうのは当時極悪犯罪が殺される処刑場だったわけです。最悪の場所だったわけですね。でもそこで彼らが従い通して殉教したときに、そこに天が開いてリバイバルが起こったわけですね。で、神様に従っていくと勝利が得られたことはね、どうだろう、覚えてほしいと思うんですね。で、この、一応せっかくだから偶像礼拝について少しだけ話しておきますと、偶像礼拝に関してですね、日本人はどうも弱いんですね、罪という意識が。これね、弱いと思います。偶像礼拝は聖書の中では最も忌み嫌われる罪です。なんでかというと、神様は妬むほど愛された神で、聖書の中でいくと神様と私たちは父と子供になるわけですね。で、キリストを信じるとキリストの花嫁になります。で、キリストの花嫁になります。そして聖書は、一夫一夫制でありますね。で、皆さんですね、偶像礼拝をするということはどういうことかって言ったら、
キリストの花嫁になったにもかかわらず、キリスト以外のものをと関わりを持つということになるわけですね。これは例えば家にですよ、奥さんがいるのに二号さんも一緒に住まわせるようなものです。とんでもないことになりますね、家庭が。で、偶像礼拝っていうのはですね、神様が忌み嫌われるんです。だから偶像礼拝っていうのはですね、軽く考えてる人はいますけれども、悪霊って本当にいるんです。で、悪霊は2つあります。どうしようもない悪いことをする悪霊と、一時いいことをしてくれる悪霊がいる。でも最後に永遠の救いから外して、一番大切な永遠の命を失わせて、最終的には破壊してくる悪霊、悪霊はみんな破壊してきますけど、誰もが分かる悪い悪霊と、一見いいんだけれども実は最終的には破壊してくる悪霊がいるわけですね。で、一般の世の中で宗教と言われているもの、しかも悪くない宗教はこの悪霊の中のいい方に属します。一時ね、いいことです。例えば祖学会でも祈ると病気は治ったって言います。私は疑いません。悪霊の力で治すことはあるから。でも一時治っても永遠の命与えられませんし、多くの場合必ず混乱が来るわけですね。で、悪霊ってのは本当にいるんですね。どうやったら悪霊と変われるかというと、例えばこれコップですね。これコップです。単なるコップにすぎません。だから割れたらおしまいのコップです。でも私はこのコップをですね、コップの神様って、コップ神とか言ってですね、あ、コップの神様ってですね、皆さん笑うでしょ、バカみたいに。でも偶像礼拝者みんなやってるんですよ。気合して作ったものを本気で拝んで何百万もかけてやってるんですよ。コップだから笑うでしょうけど、マイクをマイクさんって言って、あ、マイクさん、マイクさん、マイクの神様、お、マイク様って言ってやったらですね、笑うでしょ皆さん。でもこれがですね、菩薩像だったら本気になるわけですね。人が作った、気合して作ったものは気合して作ったものに過ぎない。焼いたら燃えてしまうただのものです。でもそれを本気で拝むと何が起こるかというと、いいですか、それはものにしか過ぎませんが、悪霊がいて、悪霊が例えばマイク様って本気で思ったら、マイクを通して悪霊が私にかかってくるのです。コップ様って本気で祈れば、ね、皆さん笑うでしょうけど、もし私が本当にですね、コップ教で作ってコップ様って本気で祈ると、悪霊がコップを通してかかってくるわけです。わかりますか。コップだと笑いますけれども、これが菩薩像だったらですね、急に変わるわけですね。これ偶像礼拝なんです。悪霊と関わるんです、はっきり。あれは気合して作ったものに過ぎないんですけど、それを本気で拝むと悪霊がかかってくるわけですね。だからまずいのです。霊的な世界があるからです ね。で、これはね、本当に気をつけてください。だから偶像礼拝ってのは、で、偶像礼拝ってのはね、本気で礼拝してますので霊的なものに縛られますから、いくら説明してもダメなんです。例えばカトリック教会の人がですね、マリアのことを言いますとですね、それまで乳話でも突然変わります。で、理屈は通らないのです。もうマリア様、マリア様ってなるわけですね。だから礼拝してるとその霊的な力と影響を受けるからです。これ見えない力に縛られるわけですね。ではですね、普段ここまで言わないんですけど、ちょっと8月の特別な週ですから、これは気をつけてください。で、さて話を戻りますが、私たちが神様に従っていくと、そういう霊的に良くない場所に導かれたりすることがあるんですけど、そこで聞いてはいけないんですね。私はそこで立ち向かっていかなきゃいけないってことをね、どうぞ覚えておいてください。それで、何度か明かしたことがあるんですけども、最後に一つの話をします。と、南牧師が、吉谷南牧師ね、息子さんの方、宮崎に行ったとき、はっきり神様に導かれたんですね。そして宮崎に行かれました。で、虹が出てですね、印が与えられました。で、宮崎に使わされて、で、彼はまあ仕事をしないといけないから求めたら、まあ、今までケンタッキーでやっていたので、まあ、神様またケンタッキーでいいということでケンタッキーに入ったわけですね。で、最初の店長さんはとってもいい店長さんだったんです。すぐ正解に来て救われました。これテイクアウトの時にはですね、テイクアウトの袋にですね、教会と聖館内の紙を入れていいって言ってですね、入れてくれるような店長でした。で、すごく彼のことを認めてくれて、時給をすごく高く上げてくれて、そして彼に都合がいいようにたくさん時間を割きました。彼はバイトですから時給ですね、正社員になれたんですけど、牧師だから正社員になれなかったわけです。時給で勝負してますから、時給の値段が10円違っても給の100円ぐらい良かったんですね。それでたくさん仕事を時間をくれたわけですね。助かったんです。そして彼はある時そのケンタッキーのそのね、ご存知のようにそのなんていうか唐揚げを作る大会に出たわけですね。そしたら九州大会で負けたんです、決勝でね。それは何かって、北九州の人が審査員だったんですけど、その審査員の店の人が来ていて、誰が見ても南が勝ったのに北九州の人が勝っちゃったわけです、ね、そういうことがあったわけですね。それで店長がすごく怒ってたそうですけども、そしたらですね、その彼の店の店長さんが
熊本の方に移動になったんですね。そしたらなんとその彼を落とした北九州の店長がすごいやり手なんですけども、彼は宮崎のイオンモール店ってすごい売れてる店なんですけど、そこに赴任してきたわけですね。そしてその店長は超やり手でですね、言ったんですね。いきなり前の店長は、ね、経営手腕がなってないってね、こんなに社員いっぱい雇う必要はないって首を切ってですね、それから彼もですね、なぜ君がこんな事業をもらってるのか理由がないって100円落としたんです。こんないっぱい仕事をする理由はわからないって言ってですね、カットしてんだバンバンで、しょっちゅうやね、生活が休むから、あれですごくね、困ったわけですよね。だって彼は家族もあるからね。あれでですね、やめようと思ったんでも神様はやめろとは言わなかったんですね。神様はやめろと言わなかったんですね。それでですね、彼はですね、忍耐したわけです。忍耐したんですけど、ついにある日ですね、忍耐が切れた。南君が怒るってね、よっぽどだと思いますね。南君の怒ったのを見たことありますか？私はないですね。エルサナム君は宮崎にいたけど見たことある？ないですよね。その南君が切れたんですって、そう本人が言ってました。ある時店長とついにやり合ったわけですよね。私のあなたのやり方は受け入れられないって、そういうやり方をしたらどうだとか言ってですね、店長は負けてなくて言ってきたわけですね。それでですね、最後にね、もう私はやめますって言っちゃったんですって。神様言われてないのにね、やめますって言っちゃったんですってね。南君だと思えないですよね。でも言ったわけですね。そして、帰ってきたわけですね。で帰ってきて冷静になって彼は分かったんですね。まずったって。で神様って祈るとですね、私はやめるとは言ってないって言われたんですね。これですね、彼はね、悔い改めたんです。すいませんでした神様ってね。で自分からもう一遍やめさせて、やめるってことは短歌を切ったのに、もう一遍お願いしますっていうのもあれだけど、だけどやっぱり神様やめろって言ってないから、やめるわけにいかないって思ってですね、真剣に悔い改めてですね、その後感謝をしてですね、踊ったそうです。神に従ってね。そしたら夜ね、携帯にその店長が電話がかかってきたんですね。で、私すぐ思ったんですよ、彼は。うわー、その辞めることに関して、ちょっとね、具体的に辞める話だと思って、うわーっと思ってるんですって、返さーっと思いながらですね、ね、謝ってね、使ってくださいって言わなきゃいけないと思って、あーっと思ってね、電話ね、出たんですって。そしたらですね、その店長は超やり手なんです。九州一のやり手。ね、もう有名なんだから、震災したぐらいだからやり手なんで、いきなりその店長が電話を言ったら、ね、あ、南君って言ってね、さっきの話のことだけどって言われたんで、その瞬間彼はですね、いつ辞めるかって話になると思ったんですって、はいって言ってドキッとしたらですね、いきなり店長が言ったんですって、僕も随分言い過ぎたと思うって、で本当に申し訳なかったと、ちょっと私も感情的になって言い過ぎてしまったと、申し訳なかった、許してほしい、向こうが先に謝ったんですって、びっくりしたって、保守的ないですね、できればもう少し続けてほしいっていきなり言ったんですって、であんまりのことでびっくりしてですね、入ってなくて、ああ分かりましたとか言ってですね、来たですね。それで彼はそこでまた仕事をすることになったんですね。で面白いですね。それでね、時期分からなかったんです、すぐには。でも彼はね、そこでね、辞めなかったんです。そしたらしばらく経ってですね、時給がね、3段階ぐらいで上がって元に戻って、元より良くなったんです。それだけで話が終わらなくて、店長がいろいろ気を配ってくれて、で言ったんそうですね、今年もチキンの大会に出ようと、君と私が組めば怖いものなしだ、全国で優勝できるって言ったそうですね。コロッと変わって、それでその後すごい勉強がかかってくるようになったんですよ。逆転しちゃったんですよね。で話はこれで終わらないんです。この店長は、やがてね、あいみさんの移動がありますから、またやがて移動っていうか、幹部になったんですね。移動っていうか、ね、幹部になった。そして新しい店長が来たんです。その店長はちょっとね、なんか最初いきなり休まなきゃいけなくて、正解とかキャンプとかあって、そしたらですね、なんかね、あんまりいい顔されなかったんですって。そして久しぶりに出て行った時に、店長が近づいてきたから、なんか言われると思ったんですって。いきなりその店長が言ったんですって、その元の店長ね、北九州のね、その北九州の、もともと北九州が来たその店長の店で育てられて目をかけられてたことだったんです、その人は。だからですね、その人は言ったんですって、店長から話を聞いているってね、何聞いてるんだろうと思ったんですって。南さんは僕したそうですねって、店長から、南さんからキリストの話をちゃんと聞けって言われましたって。信じられます？これ真面目な話ですよ。これびっくりしたって。えって言って、店長がそう言ったのって言うから、はい、南君からキリストの話を聞いておけ、そしたら仕事がうまくいくって、だからちょっと話してもらえますかって言ったそうですね。わかります？
やめてたら身はついてないんです。引いちゃいけないんです。主に従うとね、いいことばっかじゃないんです。主に従ったらね、いいかって言うと、主に従っていった結果、最初はですよ、職場や家庭やあるいは学校が苦しかったり困難だったりすることはいいですか、しばしばあります。そこで引いちゃいけないんです。頑張るとは言いません。神にすがってください。肉で頑張ったらできませんから、教会と共に神に真剣に祈るのです。そして立ち向かうのです。いいか、悪魔は逃げ去りましたから、あなたが頑張って敵を蹴散らすと書いてない。神が悪魔を追い返してくださるんです。そうでしょ、悪魔は逃げ去りましたから、私たちは立ち向かえばサタンが砕いてくださるんです。例えばモーセが神に従った結果、前は後悔、後ろはエジプト軍まで追い詰められましたね。後悔しても始まらないって感じですよね。でもそこで後悔が割れたでしょ、あれはすごい奇跡ですよね。それからあのヨシアが神に従っていったら、ね、エリコの城壁なんです。皆さんその後知ってるから平気でられますけど、エリコの城壁って絶対崩れないフラグの城なんですよね。城壁なんです。そこを7回回れって、7回回って、あ、1日1回で7日目に7回回って、時の子がくれておーってね、まあ日本人だからおーですね。あのさっき聞いたら英語はシャウトって言うんですね。時の声ってないんですね。シャウトって言えばいいんですかね。なんかシャウトだとなんかあれですけど、まあ日本人だとおーですよね。おーって叫んだわけですよね。まあ貞治って言ってもいいんですけども、そしたらですねおーって叫んだらですね、何かって言ったらいいですか、城壁を崩したのはイスラエル軍ではないのです。そのタイミングで地震が起こって、これはあの歴史学者が認めてますが、そのタイミングで地震が起こってん、地震が起こって城壁が崩れたんで、で皆さんですね、井上君とそれから朝青龍と山口さんを連れてきてですね、なんだっけ、ダブルインパクトじゃなかった、ダブルインパクトだっけ、ダブルインパクト、トリプルインパクトとか言って3人でですね、ジャンプとか言ってやってもらったって地震は来ないのです神様があのタイミングで地震を起こして城壁が崩れたんですね。城壁を崩したのは神なんです。いいですか、彼らがやったことは主が言われた通り、城壁に向かって知るとかないで、主が言われた通り7回回っておおなんて言ったら、自分の場所をね、時の声があったら自分の場所を示すわけだから、戦略的に言ったら弾を撃たれたら死んでおしまいなんです。一番愚かなんだけど、神が言われたからサタンに向かって敵に向かって立ち向かったわけですね。すると神様が城壁を崩したんです。後悔の時もモーセが割ったんじゃない、神に従って言ったら最悪の追い詰められたけど、そこでモーセは神だと言ってあげたら、神が後悔を割ったんです。南区の時もカッとなってしまって、人間的にやったけど、悔い改めて感謝をして神様に、ね、御言葉通りしたかったら、神様がその店長の心を変えてくれて、そこから逆転のドラマが始まったんです。わかりますかね、あれはね、神に従っていく時に良いことばかりではないのです。ましてこの、あの地上に行きますと、要はサタンが支配してますし、人間は罪人ですから、私たちが本気で宣教に向かい神の心を行っていこうと思うと、当然ぶつかりが来るわけです。そこで引いてはいけないのですね。あのでも一人では戦えません。これ戦えません。だから教会と共に立ち向かうんです。教会と共に祈って進むのです。いいですか、今日頑張れって説教じゃないですよ。神様にすがって、神の置かれた場所で引かないで立ち向かっていくんですね。そうすると神がそこで勝利と逆転を与えてくださるってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、他にもいっぱい証しはあるんですよ。あの一番最初国分寺に行ってやって、そこで勝利を取って今高円寺に来てます。やがて品川行きますけどね、東京は。長崎も原爆投下から始まりましたけど、あそこで、ね、救われるべき人がいたわけですよね。で、あのなんですね、主が導かれたのになんでこんな状況なんだろうと思ってる人きっといると思うんですね。ですが、あなたが御心を間違えたんじゃありません。逆です。御心だからこそいろんな困難が許されてるんですね。そこでますます主にすがって立ち向かっていくのです。霊的に悪いと思って引いてはいけないのです。そこに神に導かれたならば突き進むんですね。あのね、自分でわざわざ悪い場所に行く必要はありませんけど、主に従っていくのです。その時に神様の勝利が現れてくるということをね、どうぞあの覚えておいてほしいというふうにあの思います。ですね、お祈りをしたいというふうに思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日は、8月15日、そしてこの、日本で偶像礼拝が最も盛んになる時を迎えるにあたって、引くのではなくて立ち向かうということをお話をいたしましたが、私たちの肉というのは立ち向かう力がありませんが、
教会とともに本当に真実があって立ち向かっていくことができるように、特別な助けと恵みを持って導いてくださいますように心からお願いいたします。どうぞ私たちがサタンに向かって恐れることなく神に従って立ち向かっていくことができるように、問題困難に向かって逃げるのではなくて引くのではなくて主に従う中で立ち向かっていくことができるように、どうぞ導いてください。どうぞ祈る力を与え、御言葉を与え、神様に用意された勝利を見ていくことができますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってほしいと思います。その時主はそれに答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人の心と体に触れ、癒しを与え、また問題の解決を与え、勝利を表してください。あらつばらばらつばらばら、イエス・キリストによって心と体を癒せよ。恐れをイエス様に手めでる、その人の力せ、神様よりもサタンの方を恐れている人はいますが、それは惑わしです。で、間違いです。あなたがサタンを恐れるならば、もっとサタンの攻撃を受けます。サタンを恐れてはいけません。主を恐れなさい。主を恐れ、主の言葉に従っていくとき、敵である悪魔は打ち砕かれていきます。私はあなたを勝利者として選びました。あなたの手の中に勝利があります。その勝利を持って進みなさいと主は言われます。耳の調子がすごく良くない方がいらっしゃいます。天皇様はその耳に触れてください。聞こえにくくなっている耳に触れてください。まだ耳が痛い方はその痛みを取ってください。イエス・キリストの手目指で耳を癒せよ。耳を聞こえるようになれ。膝が悪くてこうお皿のところですかね、なんかそこがちょっと調子の悪い方、そこに触れてください。そこに触れてください。イエスさんの手目指で癒せよ。何か神様に従ってすぐ結果を求めている人がいます。何か感謝をしたらすぐに結果を求めている人がいますが、神の時があります。忍耐強くありなさい。忍耐強くありなさい。このある期間試しがあり忍耐の時がありますが、その後大きく神の技が現れていきます。あなたはすぐに結果を求めていますが、すぐに結果が出ないからといって焦ってはいけません。苛立ってはいけません。感謝をしながら待ちなさい。時は決して遅れることはありません。私は主の時に速やかに私の技をなそうとしております。なんか一度やめたことをですね、また何か、やめたことはいいことなんです。やめたことはいいことなのに、またそれを始めてしまっている人はいらっしゃいます。何人かいらっしゃいますけれども、なんかやるってることは違うんですけれども、これはですね、このまま続けると、非常に取り返しのつかないことになります。あなたはここでそれをやめないといけませんが、自分の力でできないのでしっかり祈りなさい。また本当に信頼できる人とともに祈りなさい。その時にはっきり聖霊の力をあなたは体験するでしょう。そこから私はあなたを解放しよう。その時あなたは神の力を体験することになると知られます。経済的に厳しい方がいらっしゃいますけれども、あなたの祈りは天に届いています。主を恐れなさい。私はその必要を満たしていくと主を恐れます。天のお父様、日本のお盆が今週ありますけれども、この時に偶像霊から守り、また霊的な一切のから守ってください。またどうぞオンラインをされているお一人お一人の上にあなたの祝福を置いてくださり、霊的な祝福と経済の祝福と健康の祝福を豊かに表してくださるようにお願いいたします。恐れを一人一人のうちから今すぐにせ、どうぞ一人一人に神様の導きの顔を歩むことができるように、上からの力と恵みを与えてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。Hallelujah.
仰ぎ子犬が悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。